ロダコフスキによる自画像1853年ヘンリク・ロダコフスキはポーランドの画家。肖像画制作で知られる。同じく画家で政治運動家でもあったレオン・カプリンスキと信仰が深かった。現在のウクライナのリビウの法律家の息子に生まれた。兄弟にオーストリア陸軍の将校になったマクシミリアン・フォン・ロードコウスキーとジョゼフ・フォン・ロードコウスキーがいる。 ウィーン大学で法律を学びながら、1841年から1845年の間、風俗画を得意とする画家、ヨーゼフ・ダンハウザーの工房で絵を学んだ。1846年にパリに移り、レオン・コニエの下で修行を続け、パリの展覧会に出展し入賞した。1861年にパリで結婚した。20年以上、パリで活動した後、 1867年に故郷に戻り、現在のウクライナのイワーノフランキーウシクの近くのパラヒークスなどに住んだ後、ウィーンでも暮らした後、現在のポーランド南部のクラックフに住んだ。1893年にクラックフの美術愛好協会の会長に選ばれ、1894年にクラックフの美術学校の校長になった。フランス政府からレジオンドヌール勲章を受訓した。 ありがとうございます。